やばい、やるやばい。はい、こんにちは、まえちゃんねる、まえはらです。はい、今日はこちらですね。うん、仮面ライダーエグゼイドの連撃連鎖デラックスガシャコンパラブレイガンです。はい、仮面ライダーパラドックスのレベル99だっけ、この人。うん、そうだよね、うん、99の武器だね。そうだね。これまだテレビ本編では出てないですね。うん、はい、完全にこれあれだよね、もうパーフェクトパズルとノックアウトファイターがもう混じって合体してる感じだもんね。完全に混ざってる。じゃあ早速開けていきましょう。はい、いはい、こちらがガシャコンパラブレイガンですね。はい、すごいかっこいいね。ゴールド。そうなんだよ、この辺りにゴールドなの。うん、すごい、今回はすごいよね、ここもゴールド。うん、ね、でこちら側はパズルの模様になってますね。うん、こっちがファイターの模様。そうだね、うん、炎になってますね。ね、これかっこいい、いい感じ。まさかゴールドだとは思わなかった。うん、はい、やっぱね、なんだかんだ言ってね、男の子はね、金好きなんだよ。うん、じゃあ電源オンにしてみましょうか。はい、スラミアですね。いきます。はい、パラブレイガンだって。うん、あ、ちなみに単4電池2本で動きますね。はい、まずトリガー引きましょう。はい、あ、これアックスモードの音。うん、じゃあ次は B ボタンを押してスペシャル攻撃いきましょう。はい、押した回数だけちゃんと反応するんだって。10回まで。はい、じゃあ10回やります。10回やる、うん、いいよ。はい、いきます。はい、お、すごい。これ何気にすごいね、数えるのすごいね。ちょっとごめん、パパやらして。あー、素晴らしいですね。あ、10連打するとカーンカーンカーンってやるんだ。そうだね、すごい。はい、はい、続いてはこちらの決め技スロットにガシャフトギアデュアル入れましょう。はい、で必殺技発動だね。はい、いきます。はい、あ、こっちから出てる。うん、でなるほどね、こっち関係ないんだ。本当だ、音鳴ってないよね、こっちからね。うん、実際ね、この部分を押しながらガシャッと抜けますね。次は A ボタンを押しながらモードを変形してみましょう。はい、あ、すっガーンっていった。これがガンモードですね。はい、でトリガー引いてください。うん、うん、なるほどね、こっから出て、こっから出てんだよね。ここもね、また B ボタンで押した分だけいきます。はい、あ、こういう音鳴ってんだ。で行ってみましょう。はい、なるほど、こっちは連鎖なんだ。うん、こっちはあれなんだ、パズルだから。うわ、そっか、そういうことなんだね。すごい。よし、じゃあガシャットギアデュアル行ってみましょう。はい、行きます。必殺か。うん、必殺行きます。はい、オールクリアになりましたね。完全にガシャットギアデュアル関係ないね。関係ないね、これ何さしても同じことが、うん、同じ音声になるのかもしれないね。うん、はい、では私はガシャコンキースラッシャー、そして僕はガシャコンパルブレイガンで対決だ。まずはガンモード。ガンモード、うら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 、レベル19連動したブレードモード、アックス、ブレードモードだ、ブレブレブレ、うわっ、危ない、くそ、くそ、
もうこれはキリがない。先に行かせてもらうぞ。うわー、なに、なんでキャンセル、なんでこっちも行かせてもらうぞ。やばいってこれ、やばいって、やばい。はい、ということで今回は仮面ライダーエグゼイトの連撃連鎖デラックスガシャポンパルブレイヤーでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタンお願いします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください。はい、それとチャンネル登録もよろしくね。よろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。